はい、皆さんこんにちは、三橋貴明です。今回は緊急でお伝えしたい件がございまして、本動画を撮っております。今後ですね、財務省によるプロパガンダや政治工作が行われ、血みどろの政治抗争が日常的になるということです。まさに激動の時代を迎えることになります。すでに抗争は始まっています。国民民主党が主張してきた、いわゆる103万円の壁の引き上げに向けて、自公が2025年度の税制改正で議論する方針を示しました。これは一旦国民民主党の勝利と言っていいわけですけれど もう財務省にとっては本当に屈辱だったでしょう。当然ながら彼らはものすごい危機感を抱いていると思います。財務省はですね、国民のための減税というのは絶対に許せない組織なんです。だからこそ特に来年の選挙に向けて、いかに国民民主党を潰すのかというのを今間違いなく本気で考えているはずです。そして彼らはいつもの通りプロパガンダや政治工作を行ってくることになるでしょう。つまりは減税したい政治家やそれを支持する国民と財務省との間で戦争が始まっているんです。実際に国民民主党は勝てるんでしょうかね。私は国民民主党が総選挙で勝利して以降、キャスティングボートを握って以降ですね、彼らを最強の野党であると言ってまいりましたが、最強の野党であっても勝てるかどうかは分かりません。なぜなら政界やマスコミに対する財務省の支配というのは皆さんの想像を超えてはるかに強大だからです。財務省に抗う政治家は潰される、それがこの失われた30年の常識と言っても過言ではないんです。そこで今回皆さんに財務省が政治家あるいは政治を操る手口を3つだけご紹介したいと思います。まずは減税を訴える政治家をメディアを使って潰すことです。実際に多くの政治家が潰されてきました。例えば安倍元総理大臣、安倍元総理大臣は憲政史上最長の在任日数で、国民からも人気がありました。最強の総理大臣と言っても過言ではなかったんでしょうけれども、そんな安倍元総理大臣が私は財務省に潰されたと言っているわけですね。これは私が安倍元総理大臣から直接聞いた話ですが、積極財政をやらなければならないことは分かっているとおっしゃっていました。ところが続けて、例えば私は消費税の増税を2回延期しましたねと、結果盛りかけ問題ですよとおっしゃいました。個人的には森友問題なんて大した問題ではないと思いますけれども、実際には集中攻撃されている、誰が森友問題等についてリークしたかも分かっている、財務官僚だと今この首相官邸にいるとおっしゃっていました。こうしてスキャンダルさえ使いながら政権を潰しに来るというのが財務省のいつものやり口です。2つ目は政治家への洗脳です。今の最大野党は立憲民主党ですが、その代表は野田佳彦氏ですね。財務省にとってはこの状況は嬉しくて仕方がないでしょう。なぜならば野田佳彦代表は洗脳済みだからです。どのように洗脳されたかについては、例えばですね、 G8 とか G20 が関係しているので、今回は野田佳彦代表の変貌っぷりを話しましょう。民主党政権が誕生した時点では4年間は消費税の議論もしないと言っていたんですよ。さらに菅直人内閣が誕生した時、財務大臣になった野田佳彦はシロアリを退治する、つまり政府の支出を削って増税はしないと言っていたんです。ところが財務大臣になり、財務官僚の手でわずか3ヶ月で落ちてしまった。そして消費税増税と言い出したんです。実際に消費税増税路線が野田内閣の時代に決定しました。立憲民主党の江田健二さんの本の中には、財務省の幹部が野田佳彦は財務省のパペットだと言われているが、それは違う、実際は私たちのパーナペットだと言っているというエピソードが書かれています。そんな野田佳彦氏が代表を務める最大野党があるというのはですね、
これは財務省にとっては本当においしい状況でしょう。今まで2つの政治工作をお話ししましたが、財務省の凄さというのは十分にお分かりいただけたかと思います。ですが、財務省が政治を操る手口のうち最も恐ろしいのは3つ目になります。すなわち国民へのプロパガンダです。例えば国民民主党の103万円の壁引き上げを潰すために、財務省のはもうものすごいパワーを発揮してプロパガンダを展開しています。さまざまなメディアで103万円の壁引き上げについて、財源が足りないとかね、富裕層が渡航するといった、的外れな批判を浴びせています。よく見るとですね、情報のソースについて政府の試算によるとと書いてあるんですが、あれは要は財務省の記者クラブである財政研究会のペーパーということです。財務省は財政研究会という記者クラブを持っておりまして、報道関係者に自分の都合がいいような情報を流させるために活用しています。逆にマスコミ関係者は財政のことなんて分かってないので、財務省の資料なしには番組一つ作れないんですね。だからこそ財務省のプロパガンダを、そのまんま流して国民の元に届く、こういう構造になっています。つまり正しい知識がないと財務省のプロパガンダにコロッと騙されてしまうんです。そうやって私たちを苦しめ、日本を滅ぼすような増税を国民自身が正しい選択だと騙され賛成し続けてきたというのが過去30年間です。そして財務省による政治家潰し、政治家への洗脳、国民へのプロパガンダは来年の参議院選挙まで確実に激化していくことになるでしょう。この財務省を止められなかったら、失われた30年が40年、50年と伸びていき、冗談でも何でもなく日本は貧困国に落ちぶれてしまうことになります。しかし同時に、例えば国民民主党が減税政策を成功させ、そして財務省の支配の構造を変えるチャンスでもあるわけですね。そのチャンスをつかむためにはどうすればいいのか。それはさまざまな政治工作やプロパガンダによって何重にも仕掛けられた財務省支配の構造を知り、この国の失われた30年という世界でも他に例のない凋落のからくりを理解することです。正直財務省の手口は巧妙です。さすが東大卒のエリートの皆さんです。本当にすごいんです。私は10年以上財務省について研究してきましたが、そんな私でも新たに目にするような新事実が次々に出てきたりします。ですがこういった財務省支配の構造も知られてしまえば力を失います。一人でも多くの人が正しい知識を得ることで失われた30年を大転換することができます。今こそ最大のチャンスなんです。そこで今回、私は一人でも多くの国民に財務省の手口を暴くための知識を手に入れてもらうために、財務省支配と失われた30年のからくりという新講座を作成いたしました。ぜひとも正しい知識を本講座で学んでいただいて、私と共に財務省と戦っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。